最後のは結構きつかったね。なかなかの名作だったね。いやこれコンテニューとかじゃなくてさ、感動するっていう意味でワンコインクリアじゃないとダメだろ。は？なんで？いやこういうのはさ、少しずつアーケードシューティングってそういうもんなんだよ。少しずつ少しずつ先に進めるようになってきて、それでワンコインクリアした時にとてつもない感動が来るんだよ。その時エンディング自分の力で見れるっていうところにすげえ価値があんだよね。そういうところのことを言ってんのよ。そもそもシルバーガンなんかさ、稼いでちょっとずつ進めるようになって武器が強くなっていくからさ、それでラスボスとかそんなポン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 死なずに倒せるようになるんだよね。そういうさ、道筋が出来上がってんのにさ、バカみたい。ちょっと可愛いからって調子乗ってんじゃねえぞクソガキがよ、てめえこの野郎。お前調子乗ってんじゃねえぞ。顔ちょっと可愛かったらさ、何でもかんでも許されると思ってんだ。ひどいこと言ってごめんね。あ、私バカだし強情だし素直じゃないから、時々あんな態度取っちゃうけど、でもあれは本当の気持ちじゃないの。そのこと知っててほしい。いやもう全然気にしてないから俺、本当に1ナノも気にしてない。もう大丈夫。なんだ俺の方が間違っとったわ。ワンコインクリアにこだわってるのはたっぷりバカのすることだ。本当に本当にいいじゃんな。もう自分が満足したんだったら、自分が感動したんだったら、もうそれが正しいに決まっとるじゃんな。何がワンコインだよ。どうでもいいんだよそんなことはよ。大事なのは自分が達成感を得られたかっていうことと、自分がそれ感動できたかってことでしょ。それが一番大事。本当にくだらねえわ。そんなもんにとらわれてるやつが全員バカだから。そう、まず1600、昔おったな。でもセーブロードでさ、危ねえ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 、セーブロードで1600万点出したからさ、俺は1600万プレイヤーだぜとか言っとったやつおったよ。でそれみんな結構言っとって、俺も言ったんだけど、何言ってんだてめえはって言っとったけど、でもそれも正しい。本人がセーブロードで1600万点出して1600万プレイヤーって言ってんだったら、もう誰も文句のつけようがないでしょ。それは正しい。俺が間違っとったわ。ほんと俺は本当に視野が狭い男だった。これからはもっと視野の広い男になってみせるぜ。問題なし。シンクトゥルドゥ。オッケーオッケーオッケー。